第三次世界大戦勃発、敵はコロナ大恐慌。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。はい、今日はね、3月23日収録で、はい、これ放送が4月6日ですけども、で、まあどうなるかまたいろいろとありますけれども、まあ、とりあえず今の時点ではね、はい、もうこれ大変ですよね、コロナ。大変ですね、もう自粛自粛で。今日ね、話したいなと思ったのが、ヨーロッパ人の慌てふためきっぷり。ああ、はいはい、すっごいなこいつらと思って、ちょっと前までね、なんかこう我々の日本のダイヤモンドプリンセス号でわーキャーキャー言って、対岸の火事みたいにね言うとって、俺らは関係ないわみたいな感じやったのに、もう感染者が増えてきたらものすごい慌てふためいてね、中国とか韓国とか日本の慌てっぷりが可愛く見えるぐらいの慌てっぷりを欧米人ってするんやなと思ったんですね、うん、それでね、まあ、死者数増えたから怖がってるっていうのはまあ分かりますけども、うん、例えばメルケルさんね、はいはい、ドイツのメルケルさん、これはもう第二次世界大戦以来の最大の危機だみたいな、うん、なんか第二次世界大戦級だみたいなことおっしゃったんですか。言ってるんですよ、このコロナ感染症に関してね、はい、でも第二次世界大戦ってね、何死んだかっていうと2000万人死んでるわけですよ、はい、でそれから比べるとまだ今1万ちょっと、これね2000倍になって、うん、第二次世界大戦級ですよ。ちょっと違うような気もしますね、うん、っていうことなんです、はい、で、まあ何にしてもね、イタリア、スペイン、フランス、それからイギリスで外出、基本外出禁止じゃないですか。アメリカも12以上の介護禁止みたいな、ものすごいパニックで、もうニューヨークとかもすごい解雇がの嵐が吹き荒れて、はい、で、まあ状況なんですよね。で、そうなると、まあコロナが怖いか怖ないかちょっと置いといて、何が起こるかっていうと、世界大恐慌が起こるんですよ。うん、この大不況が同時に起こる。で、もう世界中で失業者が溢れ返ると。今でももう倒産してる会社もね、そう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 、ありますよね。もうなんか、一昨日ぐらいの報道だと2500万人ぐらい失業者が出るんじゃないかって、こう言われてました。ニューヨークとかも本当もう圧倒的に失業者ばっかりでね。はい。で、なんかコロナが怖いかどうかは別として、この大恐慌は現実の恐怖なんですよ。うん、なんかこっちの方が怖いです。うん。うん、いや本当にそうです、はい、でだからもううわー騒いで、うわー自粛してね、でうわー倒産して、ほいで欧米人何するか言ったら、じゃあお金いっぱい使おう言うて、1兆ドルや2兆ドルや言うてね、100兆円とか200兆円の金をまあアメリカ使おうとしてて、うん、まあ、それはそれでいいんですけど、もうなんちゅうか すごいマッチポンプっていうかね、うわー騒いで、はい、ほいでもうことを大ごとにして、ほいで治療うわーやってるみたいな、まあ、そんな状況にこう見えるわけですよね。大げさっていうことですか。うん、科学的にはそうであるように僕には見えますね。で、これ基本的にこうパニックになってはるんやなと、だからびっくりしたんですよ、ヨーロッパ人のこのパニックのなり方。だってトランプなんて大丈夫だよってずっと楽観して、そうですね、急に12以上禁止って、お前極端やなお前みたいなどうやねんみたいな、でもこれってね、きっとね、欧米人、ヨーロッパ人たちの特徴なんでしょうね。うーん、彼らなんか普段すごいジェントルマンなんですけど、はいはい、なんかやばくなったら急に切れるっていうね。あ、そういう感じの方が多いんですか。いや、っていうことなんやなと今回思ったんですよ。911テロの後でもものすごいなんかヒステリックな反応が、もちろんあのテロは大変なことだったけど、イラク戦争を始めたりね。だからね、ちょっとね、ヒステリー症が欧米にはあるんやなという話を今日はしようと思います。お願いします。聞けば今の世界がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、
変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは第三次世界大戦勃発、敵はコロナ大恐慌。うん、今回いろんな報道ね、外国の報道を見てて、はい、あ、これもほとんど第三次世界大戦的な状況やなと。これ国と国が戦うってわけじゃなくて、まあ、コロナと戦うって、はい、まあ、そういう比喩でね、ここ申し上げてるんですけど、なんでこれを思ったかって言ったらね、ものすごい各国政府がね、巨大な政府支出を決定してるんですよ。あ、そうですか。うん、さっきもちらっと申し上げましたけど、アメリカはね、最初1兆ドル100兆円使うぞって言って、すげえなこいつらと思ったら、はい、いや1兆じゃ足らん、2兆ドルだとかつってね、200兆出すかと、うん、これはGDP1 年間にアメリカ人が稼ぎ出すお金の1割を今政府がバコーンと出そうとしてるわけですよ、はい、これはね本当すごいですね。なんかもう戦争級ですよね。で、あとイギリスもね、これはかなり緊縮財政とかすごくやってたんですけども、イギリスもジョンソンさんのね、首相の指導で今すごい自粛とかしてるじゃないですか。まあ、日本ではね、今なんか1万2千円なんか配る、もっとありがたいですけど、うんうん、で、今せいぜい言われてるのは、まあ、10万円ずつ配ろうって言ってね、10万円も配ったら10兆円もかかってすごいぞみたいなこと言っててね、いや、僕は消費税を凍結して、はい、そしたらこれ30兆円の税収を戻すことになりますから、うんうん、30兆円政府支出したことになるわけですよ。で、これに加えて、あと支出を30兆円、合計60兆円、これ言っとけと。だいたい日本の GDP が600兆円近くですから、はい、まあ、570兆ですから、うん、まあ、これの 10% で、まあ、60兆円ぐらいドーンと出したら、うん、これだいたいいける。だからアメリカと一緒ですよ。だからもう自粛しろと、まあ、総理おっしゃるんだったら、うん、それぐらいやってくれへんかったら僕ら死にますよと。で、そもそもお金作ってんの自分らでしょと。で、僕らはお金は稼がなあかんけど、あんたら吸ったらいくらでも使えますやんと。普段は使いすぎたらインフレになるから、はい、あんまりそういうことやったらあかんかもしれんけど、今これ非常時やねんから。そうですね。GDP、国民所得、年間の国民所得1割ぐらい、アメリカさんみたいにやったらどうやと。うんうん、それをこう1万2千円とか、12兆円で1人10万円とか、何さこういうこと言うとんねんと、うん。それやったらちゃんと科学的な自粛のレベルにせえやと。そこまでおじいちゃんおばあちゃんは大切にして、うん、あとは若者は移っても死ぬリスク非常に低いねんから。はい、家で寝とったら治るケースの方がほぼほぼ全てなんやから、うん、もしそんな若い奴らに外出るなって言うてもええけど、言うんやったら60兆ぐらい配れよお前と。もうだってもう街とか見たら、うん、ほんと寂しくなりますもん。そうでしょ、人がいなさすぎて。そうでしょ。だからね、日本人はね、自粛してで政府からお金もらわれへんで泣き寝入りですけど、うん、欧米は自粛しますよと。そしたらはい200兆やえマジかみたいな。で、イギリスがね、労働者の賃金の8割だったかな、はい、全部保証してあげると。最大32万まで金払ってあると。本当ですか？言ってるんですよ。これね、当然なんですよ。だって自粛要請したんでしょ、うん、で、家にいなさいと。って言ったんですよ。だって政府の命令でやってるわけですよ。で、しかも、家に行って外出たら捕まえるぐらいまで言っとるわけでしょ。でも、その代わりちゃんと欧米は、金をバカーン出すわけですよ。あ、僕ね、ヨーロッパ人ってね、こんなんちょっとビビりすぎやろお前と、外出禁止ってどうやねんと思いますけど、筋は通ってますよ。やることちゃんとやってくれてますもんね。そうそうそう。だこれはね、ちょうど戦争の時にね、はい、いや、うちはお金がないからプライマリーバランスで借金が増えてて金利が上がるから怖いからお金使えないんですって言ってる国おったらね、それは侵略されて終わりますよね、はい。だからもうそこはもうどん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 、もうだって国家の存亡がかかってる状況でですよ、うん、自分の財布の借金をビビっててどうすんねんって話ですよ。本当にやっぱ国の信頼度も上がりますよね、うん、そう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 国民の。そうそうそう、本当そうですよ、ね、だからね、欧米はね、
これも戦争状態だと思ってるわけですよ。それは思いすぎやろっていうのが僕の意見ですけど、それちょっと置いとくと、まあ、彼らは戦争状態と思っても湯水のように金を使ってるんですよ。これね、まさにね、彼らは今ね、MMT を、に基づいた、あの財政政策をやろうとしてるんですよ。でヨーロッパではあの消費税をね、はい、やっぱり減税せなあかんという議論も今起こってますしね、うん、まあ、当然ですよそんなもの。それで給付金だって最大32万ですよ。すごいですね、うん、でアメリカだったら200兆ですよ桁がもう日本とは違いすぎる200兆ってね、これあそこ2億人やとしたらですよ、1人100万円ってことですよ。3億人おるんやったら、だから70万円ぐらいです。1人70万とか。それでもすごい。それで5人家族だったら70万で350万ですよ。1人10万って、まあ、どういうことやねんお前なんですよ。ねえ。で、これもベレマキだとかね。で、またもうしょうもない学者が出てきてね、財務省出身のしょうもないやつが出てきてね、はい、名前忘れましたけど、いやいや、消費税減税しても意味がねえ。それに給付金を配っても意味がねえ。なんで？金融緩和をやれとか言って、お金をしっかり貸したらそれで十分だ。いや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 。倒産してる時にお金借りてですよ。返さ、借りるってことは返せってことでしょ、うん、だからもう、これ安藤先生が、自民党安藤先生が言ってましたけど、こんな状況で金貸すって、絶望配ってんのと一緒じゃないかと。なんかもう本当に殺しにかかってるような感じですよね。そうなんですよ。だからね、ヨーロッパは明確にこれはね、戦争モードに入ってるわけですよ。うん、で、基準はだいたいね、欧州は GDP の 5%。はい、日本で言うとだいたい30兆円ぐらいを政府支出としますとこう言ってるわけですよ。うんうんうん、で、アメリカはいや 5% では足らん 10% やとこう言ってるわけですよ。はいはい、で、これ、早く終わるかもしれん可能性の中でのこの判断ですかね、はい、これがもっと長期になって1年とか2年とかほんまに続いたらですよ、そしたらもう GDP の 20% とか出しますよそら。だってそうじゃないと経済へこむの決まってるじゃないですか。そうですね。だって街に人歩いてないでしょ、うん、歩いてないです。その責任はだって国家にあるわけでしょ。自粛をしなさいと言ったから言ったからでしょ。そしたら金払えよですよ。そうですね。だからね、もう日本の政府のやつらはね、うん、よその国の対応から見たらですね、罪を犯してますよ、うん、なんか緩すぎるなって今聞いてて思いました。ああそうですよ、本当に意味がわからない、うん、で自粛要請だって科学的じゃないしね、子供の命守ると子供がどんどん死ぬケースないのに、はい、基礎疾患がある子は別ですけどね、うんうん、でも日本政府はなんか支持率ちょっと上がったりとかしてるんですけどね。上がってるんですか、この状況で。ちょっと上がったりとかしてるんですけど、まあまあ、とにかくね、何が違うかっていうとね、戦争やと思ってるんですよヨーロッパは、うん、日本は戦争やと思ってないんですよ。なんか普通の日常でお茶飲みながら、なんかこうお昼ご飯食べて、じゃあちょっと出勤してくるわみたいな、ちょっとこう会社行って、で、あ、5時やから帰るわみたいな感じで政治してはるんですよ。ああ、全然違う。うん、なんかこう本当こうルーチンワークで政治をやってはるから、全然ね、こう支出とかも少ないんですよね。ああ。まあまあ、トータルとしてまあそういうことなんですけど、ただ、はい、戦争やと思うのはどうやねんっていうのは先ほど申し上げた通りでね、うんうん、コロナの科学的な恐ろしさのレベルに比べるともう過剰反応だし、うんうん、で段階的に規制を強化していくんだったら分かりますけど、急に全員外出禁止とかね、うん、罹患で死ぬリスク、重篤化リスクがほとんどない若者も含めて一律に自粛要請をこうしてしまったりね、全産業停止かなんかですよイタリアは。そうですか。うん、なんか今朝のニュースで全産業停止とか、ようやるなと。23日午前の現在ですね。そうそうそう、全産業停止とか。ほいで国をぐちゃぐちゃにして、でお金バサーン出そうとしてるわけですよ。だからね、まあ、日本があかんちゅう話をちょっと置いとくとね、はい、ヨーロッパ人のこのやり方もね、要するに、ね、勝手に切れて、うん、勝手にパニックになって、うん、勝手に経済めちゃくちゃにして、勝手にめちゃくちゃでっかい政府支出をやろうと。こんな、自分ら何なんこれもって。でね、これもっと怖い病気だってあり得るわけですよ。だってスペイン風邪なんて日本でも52万人かなんか死んでますからね。国によっては人口の4分の1ぐらい死んだりとかしてるような病気があったんですよね。はい、それはもちろん医療体制は今の方よりもずっと低いからっていうのはありますけど、あれが毎日今流行ったらですよ。医療体制が今の方がいいとはいえですね、もっとたくさん死にますよ。それだったらね、これぐらいのパニックって僕はね、わかる気はするんですけど、うん、肺炎患者が統計的に増えるかどうかもわからんぐらいのね、リスクで、ちょっと、びっくりしすぎやろ、これ、と。うん、これね、全部閉じてるじゃないですか。
あ今ね、いろんな店も閉じて人とも会わへんし、はい、でこれでもういろんなものがこう寸断されてるわけですよ、うん、でイタリア人とかその人と会われへんからベランダに出て歌ったりとかしてるらしいですね。 DJ したりしてはりました。そうそうそう、だからねもうコミュニケーションが取れてないんですよ、うん、だから今このねコミュニケーションが取れてないから情報が分からへんからさらに不安が煽ってさらにパニックになってるってことですからね。これまさにねコミュニケーションがブレイクダウンしてるんですよ、うん、もうねこの今の世界のこのパニック状況を歌ったねこのレッド・ゼッペリンの名曲を一曲ご紹介しましょう。レッド・ゼッペリンでコミュニケーションブレイクダウン。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。多彩なお客様のニーズにお応えするためこれからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。だから私は日本タクシー。ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。はい、日本タクシーです。さああなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。レッドゼッペリンでコミュニケーションブレイクダウンお届けしました。これはねもうあのレッドゼッペリンの超名曲の一つでね、はいはい、まあ、今の世界中にハードロック、ヘビーメタルバンドがいっぱいありますけど、まあ、いろんな曲作ってますけど、それのね、一つのパターンをね、この曲で示してるんですよ。でっていうのがね、これがね、はいはい、まあ、こういう、この手のリフのね、曲っていうのが今すごく増えたんですけど、まあ、それの一曲目みたいな。もう僕も子供の頃が大好きな曲なんですけどね。はい、で、これね、歌詞がね、コミュニケーションブレイクダウン。あの、コミュニケーション、意思疎通が、こう、決裂するというか、意思疎通が、途絶えてしまう、壊れてしまうっていうことなんですよね。で、これはね、なんか女に惚れとる男の話でね。はい。これでもコミュニケーション取りたいんですよ、こいつ。ねえけども、なんか全然コミュニケーション取れへんと。で、だんイライラしてきて。で、もう最後も全然、いつもコミュニケーション取れへんから、もう、この状況でもインセイン。インセインっていうのが、セインっていうのが、正気っていうんで、インですから、正気を失うっていう、まあ、気が触れるっていうふうにも訳すことがありますけど、まあ、その、ちょっと、いやーっとこう、いいってこうね、なんかもうおかしなってるということなんですね。だから、人間ってなんかコミュニケーションを取って生活していくものですから、いろんなもの、はい、それはもう人と人とのコミュニケーションもそうだし、場合によっては自然とのコミュニケーションというかね、自然とこういろいろとこう、やり取りをしたり、釣りをしたりするのも自然とのコミュニケーションですか。なんか、いろんなものとコミュニケーションをしながら人間っていうのはセイン、正気を保っていくんですけど、それがブレイクしていくとインセイン、正気を失っていく、その、クレイジーな状況に、ね、はい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 、こうなっていくわけですよ、うんうん。でね、これがね、まさにまあ、ヨーロッパで起こってることなんですよね。まず第一にね、ヨーロッパで外出禁止とかっつって、はい、で、コミュニケーションが完全にブレイクダウン。してますよね。で、これでもう今ね、民はね、ものすごいね、繊維を失いつつありますよ。だとね、いろいろ溜まってますよね、うん。溜まってきて、ふざけんな、お前ってね、うん。ものすごい、このね、憤りというかね。やり場のない怒り。やり場のない怒りっていうものが何がどう爆発するか怖いんですよね。多分ね、イタリアとかね、ひょっとしてファッション化するっていうんですけどね。ファッション化。要するに、なんていうか、全体主義化してね、ヒトラーのような現象がね、
起こりかねないっていうのは、これね、あんま続けてそうなりますよ。強行ですからね。まあ、それもありますし。で、なんでね、こんな、こう、外出禁止や、って、急じゃないですか。今日も何回か言ってますけど。うん、そうですね。トランプ、お前、昨日まで出てことちゃうやんけ、みたいな。これね、やっぱりね、彼らね、あの、西洋文明と東洋文明の最大の違いってね、自然との距離感なんですよ。うん、東洋文明ってね、かなり自然を取り入れるんですよ。町屋の中でお庭作ったりね。はいはい。盆栽をこう置いたりとか。で、自然の中に、山の中にこう暮らしていくっていうのが日本の。うん、自然と一緒に暮らしていくっていうのが、まあ日本文化、うん。日本文明、アジア文明なんですけどね。ヨーロッパってまず、進撃の巨人みたいにこう壁を作って、はい、自然から自分たちを隔離して、そこの内側で秩序を作るわけですよ。はあ、ね、なるほど。守るんですね。そう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 。だから自然っていうものは支配するものであって、はい、対峙するものであって、共存するものじゃないんですよ。敵と。敵なんですよ。で、それで普段ね、こう、大丈夫なんだけど、今回、コロナという敵がね、その壁を越えて来よったわけですよ。はい。で、コミュニケーションもともとブレイクダウンしてって、なのになんか無理やり来よって、ヒーってなっとるんですよ。まさに、進撃の巨人。ヒーってなっとる。進撃の巨人ですよ、はい。もうなんか巨人がやってきたみたいな、こう見えない敵、コロナが来て、キャーってなっとるんですよ。そしてもうこれもう、どうしたらいいねーって。それでもう全部のコミュニケーションブレイクダウンやー言って、もう全部の社会をこう、ブチブチブレイクダウンしてったわけですよ。はいはい。ほいでもう若者がこうめちゃくちゃなってって、経済もめちゃくちゃなって。ほいで、いやでもこれめちゃくちゃなんの大変やから、とりあえずお金20兆円、もう100兆円とか入れるでー言って。もう何焦ってんねんお前みたいな。ほとんど吉本新喜劇見てるみたいなね。ちょっと冷静さが。そう、落ち着けよお前みたいな。そこまで怖いかお前みたいな。もうちょっと科学的に対処しろよ、みたいな。ところはまあ、あるんですけど。だからそこはね、やっぱり、日本、韓国、中国と、だいぶね、なんか、やり方が、まあ違うなと。あの、中国全土じゃないですからね。特定の都市とかですから。あの、ヨーロッパはもう全土で、自粛っていうか、外出禁止とかね。で、外出たら捕まえるみたいな。はい。ことになってますから。やっぱりね、コミュニケーションちゃんと取っとかんと、あかんし、これブレイクダウンして、これから世界はね、とんでもないことになりますよ。本当に日本の皆さんもご注意ください。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。大阪だけじゃないんだ。パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今日はね、あと主に2つのお話をねしたんだなと思うんですけど、まあ、一つはヨーロッパがその未知のウイルス、アジアの病気というものを本当に心底恐れをなして、慌てふためいて、で大恐慌が今起こっていると。でその大恐慌を抑え込むためにとてつもない政府支出をヨーロッパはやろうとしていると、まあ、これが、まあ、一つの今日のね大きな、お話 で、はい、でそれはもうほとんど有事モード、平時モードじゃなくて有事モードとして捉えてて、危機状況だとヨーロッパ、欧米は捉えてて、でもうそれも幼ながら第三次世界大戦が始まったかのような、はい、まあ、そんな非常事態のような認識にヨーロッパいるわけですよね。うん、でそれちょっとお前ビビりすぎちゃうか、お前やりすぎちゃうかっていう、まあ話をしてんで、だからお前ら第一次大戦とか第二次大戦とかイラク戦争とかやっとったやなお前らと、まあいうのがこう今日の主なテーマですけど、はい、やっぱりね、まあ、さわさりながらもうこうなっちゃったじゃないですか。はい、大恐慌なんてね。日本はもともと消費増税やってて全然経済ダメだったところに、でコロナがやってきて自粛とインバウンドがいなくなったことで大打撃を受けることになって、でさらにはですね、今世界大恐慌になって、輸出もこれから極端に縮小していくことに
なっていきますから、はい、まだみんなコロナの方が怖いと思ってるでしょうけど、もうそのうちコロナなんか忘れてしまって、うん、それよりもこの不況の方が怖いと日本人みんなが思うような状況になります。これは、うん、もうほぼ間違いないと僕はそう思う。不況になるとね、うん、その分やっぱ失業者も増えて生きれなくなってしまったりとかね。そうそうそう、死んでいく方もたくさん増えてきますからね。でそれを防ぐ義務がやっぱり政府にはあって、はい、で欧米は確かに消費を失ってるかもしれないけども、あの非常時だからって言ってもう200兆円のお金を出したり、うん、国民一人当たり32万円まで所得を補填してあげたりとか、イギリスなんかね、はい、してあげるっていうことを言ったりねしてるわけですから、そこはねやっぱりね繊維なんですよね。だから正気があるんですよね。ところが、うん、その点に関して日本の安倍政権、これ陰繊維の可能性があって、まあ、1万円2千円配ってお茶濁すみたいなことにもなりかねない、うん、そうするとね我々日本だけがコロナが全部終わった後にね、日本だけが極端にダメな国になってって、よその国は元に元通りになって、はい、で日本と世界との格差がますますコロナを契機に拡大していくことにもなるだろうなと。だからこれ大戦中ですからね、はい、第三次世界大戦中にも徹底的に国力をこの戦いに投入しなかったら、そこで敗れ去った国はその戦争後に奈落の底に落ちていくわけですよ。だからねその危機感をね安倍総理は僕は持ってるとは全く思わない。今の対応で今後がやっぱ大きく変わってくるんですよね、うんうん、そうです。で僕は今コロナが収束した後のことを心配してます。このままだったら日本は確実に沈没するでしょうね。だから安倍さんに正気を取り戻していただくか、はい、あるいは取り戻さないんだったら他の人にやってもらうか、それしかないですね。凍結ですね。消費税は当然凍結です、はい。そして表現者クライテリオンの最新号、嘘で自滅する国家、こちらも絶賛発売中です。お近くの書店やインターネットでぜひご購入ください。またオフィシャルホームページからは1割引きお得な定期購読もございます。そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、それでは編集長、はい、どうもありがとうございました。今ね表現者クライテリオンではこの次の号、4月の中旬ぐらいにね発売するの、はい、これはね中華未来主義と対決するっていうね、このコロナ後にね確実に強大になっていく中国、これをどういう風に対決していくかっていうのをね徹底的に考え抜いたの今編集中ですからね。まだそれもぜひご覧いただきたいなと思います。お願いします。はい、それではまたね来週月曜9時半まで皆さんしっかりうがい手洗いでゆっくり寝て、はい、免疫力つけてコロナに打ち勝ってください、はい、それではまた来週月曜9時半まで、さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。